エアロがもう全然違うんですね。エアロ変えてダイソーも。うわ、の、張り返すか全部。全部全張り返す。半端じゃないね。今日何チームであれですか。3台。はい、いやー、あ、これ受験校来たの。あ、そう。あ、そう。びっくりした今。中は何なんすかこれ。キャメルです。色は。キャメルだ。あ、ちょ、上も全部なんですね。全部。天井もアルカンタール。もうこれ以上やりようがない。そう。ですけど、はい、なんかまた考えてるんですよ。あ、そうですね。これやばいな。カビカや。エアロってこれはどカルガですか。カルガです。これもなんか加工されてるんですか。加工はしてます。下の部分なんかもう、はい、本物のカーボンですか。いや、そうですね。ワンオフです。仕上がりすげえ綺麗ですね。そう。カーボンの。いや。ここは何ですか。何の色ですか。これガンメタです。なん特に指定はなく、指定はなくオリジナルのショップの。うわ、いや足も買いました。え、何でしょう。エアリフトとフリュー。イベントとかってどうだったんですか。ショーとか、うん、16戦走って結構出ましたね。出ました。そうが8月にできて間に合ったんですか。間に合って、そこからずっとほぼ総合そこですか。そうです。最高位って何ぐらい。全体総合3位です。すごいですね。総合でってすごいですね。広島で。あ、はいはいはい。セルシアで取るってなかなか難しいですよね。しかもそんなほらド派手にっていう外観じゃないじゃない。シンプルじゃない。それ難しいですよね。ペンタン止まるっすもんね。そうだよ。内装やってからやっぱ変わりました。変わりました。これはやべえ完成度ですねこれ。匂いがいいですねまた。お、次の一手は何ですかね。今年またやるんですか。今年はこのまま言う。来週預けて。やるんだよ。あの行く。あ、ゴース。はいはいはい。あれに向けて間に合わせる。やんないといけない。ああ、総合優勝を狙っていて、セルシオで取ったらすごくないですか。そうですね。もう全部フルで変わっちゃったんですね。変わりましたね。変わりました。ここももうフルージングスもね、これはね。ね。これも変えちゃったんですか。変わりました。やべえな。なんかパルファムを選んだなんか理由とかってあるんですか。パルファム、まあスポーティー。あんまつけてる人いないですかね。パルファムもそうですね、廃盤になっちゃって。あ、じゃあまあどっかから手に入れて。そうですね。
まあでも新品で、つてがすごいですね。いや、そいつつてがなきゃ買えないですよね。あ、じゅんさんか。あ、どうも。すごいっすね。今日は3台やっぱ内装ですか。内装やってから一回なんかあんまりやんないかなみたいな話ですもんね。そうですね。気づいたらやってます。気づいたらやってさすがにそう、A メッセージ何もなしで、ああ、そのままってわけいかないみたいな、行くわけにもいかないな。ああ、じゃあ極秘にこう、そうやってて、なんか久しぶりにお会いしたら、なんか、え、ジュンさんも知らなかったの？あ、そうです。あ、そう、あの、ぶっちぎりで、あ、はい、ぶっちぎりで。アプリでもらっちゃって、はいはいはい。変換しに行って、はい、エントリーもしてたんで、はいはいはい。とりあえず変換しないとって言ったんですよ。ああ。その時に、ダッシュボードだけやった。なんか、あ、いつもよりオレンジやねと思ってた。あ、そこまではできてたみたいな。そうそう、フロント、ダッシュボードだけ。ああ。で、そこでちょっと回る。びっくりしました。いや、びっくりしますよね。なかなかやる人いないでしょ、戦勝で。この色はいないと思うんですよ。おー、めっちゃおしゃれ、高級感あるし。これはびっくりですね。ブレーキはどうですか、認知されてきましたもん。ブレーキ、ええ、カーボン入れてるって認知されてきました、結構。気づかれないですよ。あ、そうですか。東北行くと気づかれますから。なるほど。分かるでしょ。あー。